DeNA とドジャース。両チームのテレビ中継はどう見られたのか。第1戦は、MLB の地上波中継は、土曜午前。一方、日本シリーズは夕方から夜にかけての中継だった。それでもワールドシリーズ中継は日本シリーズの 1.2 倍超の視聴率となった。なお、女性に限定すると、最大で 2.3 倍でワールドシリーズ中継の方が視聴率が高かった。すごい選手たちを見たいに決まってる。大谷みたいな選手は二度と見れない確率が高い。大谷ファンだからって必ずしも野球ファンというわけではないからね。リーグ比較してるけど、ただの大谷翔平効果でしょ。これに関しては MLB とか NPB じゃなくて大谷一人の効果だろう。去年のワールドシリーズを一体どれだけの人が見たというのか。単純に、ホームランで決まる試合が圧倒的に多い MLB は大変面白い。何より、そこのホームラン王が日本選手なのだから NPB は勝負にならないと思う、比較されたら。今の NPB の規模で MLB の真似事しても無理筋。毎試合約3万人入る観客やファンがいるんだから彼らの方を向いた経営であるべき。自分は DeNA ファンだけど、MLB と NPB の格差はもはや明らかなもので、同じ時期に開催されれば興味を奪われるのもしょうがないと思うな。しかし今年は大谷と山本がいるドジャースが行った影響が大きかろう。日本人が馴染みの薄いチーム同士の対戦なら違ったと思う。確かにワールドシリーズの方が面白かったのかもしれないが、野球が好きで見ている、というより大谷が話題に上がって見ているだけだと思う。単純に日本シリーズよりメジャーの試合の方が面白いもん。地味なチームのワイルドカード同士の対決という去年の組み合わせがひどかった。MLB 公式、大谷が強豪に移籍してしっかり結果出してポストシーズン出場してくれー。願わくばジャッジのヤンキースと当たってくれー。全部叶っててウハウハやろうなー。